ロシア軍が曰く月の最新鋭戦車 T-14 アルマータを前線に配備するとの情報を入手したよ。ウクライナ軍のレオパルド2や M1 に対抗処置ではないかと見られているが、アルマータはポンコツという話もあるね。戦場では兵士の盾になるだけのガラクタって意見もあるみたいだね。そうだね。さて今回は、そんなロシア軍の最新鋭戦車であるアルマータについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍が現時点での最新鋭戦車で第4世代主力戦車となるオブエイクト148通称 T-14 が、ウクライナの戦地に投入されたことを、ロシア国営 RIA ノーボスチが先月の4月25日に伝えたよ。ノーボスチの発表によると、鼻からロシア軍は T-14 を最前線の戦闘には参加させない方針とし、射程 8km の長射程手法を活かして、やや後方からウクライナ軍の拠点の砲撃を行っており、西側の軍事専門家からロシア軍は最新鋭主力戦車が露獲されることを恐れていると指摘されているくらいだね。この T-14 はミサイルを発射できる最新鋭の手法や装甲を装備していて、ロシア軍はそれら最新技術が NATO 諸国に漏洩することを恐れ、これまで T-14 の実戦投入を避けてきたらしいよ。しかし、ウクライナ軍が NATO 諸国から提供されたレオパルト2チャレンジャー2、そして M1 エイブラムスなどの主力戦車を実戦投入されることを見越して、それらの戦車に対抗するため T-14 を投入した可能性が高いんだとさ。西側諸国のメディアでは T-14 をアルマータと呼んでいるんだけど、この名称はロシア軍における次世代装甲戦闘車両シリーズの共通戦闘プラットフォームの名前を指しており、この次世代装甲戦闘車両シリーズの自走砲や歩兵戦闘車なども、アルマータと呼ばれているため、T-14 のみの呼称ではないことには留意してほしいよ。ロシア軍の次世代装甲戦闘車両のプラットフォームは、4つの共通車体によってファミリー化されて整理する計画であり、1つ目が軽量級プラットフォームのタイフーン、2つ目が装輪式軽型プラットフォームのブーメランク、3つ目が装機式中型プラットフォームのクルガーネツ25、4つ目は T-14 がベースとする、装機式重型プラットフォームのアルマータという、いずれかの車体をベースに開発されているんだ。ロシア軍の最新鋭戦車 T-14 は、2015年5月の軍事パレードで初公開され、その後も性能試験が続けられていて、ロシアが軍事介入したシリア内戦でも実戦での試験が行われており、ロシア国防省では2021年11月から年末までに20両が軍に引き渡されると表明していたね。その特徴として最も注目する点は無人砲塔の使用であり、3名の乗員は全員が車体前方にある装甲カプセルに搭乗するようになっていて、敵から攻撃を受けた際に砲弾が誘爆したとしても乗員が保護されて生存率を高める構造となっている部分だよ。T-14 は無人砲塔であることから発射時に砲塔内で逆流する発射ガスを排出するための排煙機が必要ないことや、主砲の発射速度が毎分10から12発で有効射程 8km とされる 125mm すべ後方。2A821M が採用されていることなども特徴であり、この主砲の砲弾として開発された、バキューム1装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS は90センチ長の貫鉄体で作られていて、射程2000メートルから近室圧延高装甲 RHA 換算で100センチ相当の貫鉄力を持っているんだ。これらの他にも、爆発モード切り替えが可能なテリンク榴弾や主砲発射型対戦車ミサイルとして、2A821M 専用に開発された 3UBK21 スプリンターなどを45発も搭載することが可能で、そのうちの32発は自動装填装置に格納されていることからも優秀さを感じてしまうね。従来の戦車だと戦車長が砲塔の上から顔を出して自らの視聴覚により周囲の索敵を行っていたが、T-14 は砲塔の上部から戦車長が顔を出すことができないため、車内の戦車長の座席にあるテレビモニターや、赤外線暗視システムなどの電子工学的な方法で周囲を索敵することになるね。ロシア軍が公式に発表している所言を確認すると、戦車サイズの目標を補足する距離は、
光学照準器を使った昼間で 5km 以上、熱画像装置を使った夜間で約 3.5km とされており、放出用光学照準器は倍率4倍と12倍の切り替えが可能で、レーザー測距器の有効射程は 7.5km とされ、これらのシステムは重複して搭載されているほか、乗員の車外視察用に360度旋回可能な高解像度カメラが搭載されているみたい。さらに車内にトイレも装備されており、乗員は戦闘中、必要以上に自らを危険にさらす必要もないらしいね。そもそも T-14 の配備計画は2017年に最初の部隊配備がされる予定だったものが遅延されて、2020年にようやく量産開始となっているため、いわくつきとも言われているんだ。その年内には最初の量産側が配備される予定だったが、エンジンや赤外線装置のトラブルが相次ぎ量産が遅れた上に、2020年から始まったコロナ災いの影響によって様々な試験などのスケジュールが遅延してしまい、現在配備されているのは数十両程度であり、戦力としては数が少ないと指摘されていて、戦地で露覚されて NATO の手に渡って解析されることをロシア軍が恐れていたため、これまでウクライナの最前線には登場していなかったよ。ウクライナの戦地に投入された T-14 の数は不明だけど、インターネット上ではどれほど最新鋭で、新機軸が採用されているとしても、配備数が少ないのであれば戦力としての期待は小さいけど、新兵器の配備によって前線の兵士たちの士気が向上することの期待は大きいかもしれないね。また、最新鋭といってもウクライナ軍が持つ旧ソ連製戦車との対戦であれば勝つ見込みは高いが、レオパルト2やチャレンジャー2との戦車戦となった場合に必ず勝てるとの保証はなく、指揮官の判断によっては撃破される可能性も考えられるため、これら西側戦車と戦う際は十分な作戦計画を練る必要があるね。万が一にもウクライナ歩兵が発射する携行式対戦車ミサイルジャベリンなどによって撃破されるようなことがあれば、ロシア陸軍の最強戦車部隊の威信が落ちる恐れもあるため、当初は後方支援という形で投入され、戦況が変わってウクライナ軍の兵力が落ちた時に前線に出して圧倒する作戦に出るのかもしれないね。結局のところ、当初から最前線のロシア軍部隊ではウクライナ軍の正面に出して突撃させることは許されず、撃破されてしまうことはもちろん、万が一にも露覚されるようなことになれば責任を追及される可能性はあるんだけど、とにかく初めは後方に下げて自走榴弾砲のような運用で能力を発揮させ、配備された部隊の司令官にとって勝利の鍵を握るゲームチェンジャーとなるかもしれないんだ。T-14 を最前線から後方に下げて運用するにしても最大射程 8km であれば、ウクライナ軍が西側諸国から供与されている 155mm 榴弾砲や高機動ロケット砲システム M142 ハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射される GPS 精密誘導が可能な榴弾砲弾 M982 エクスカリバーや M31 ロケット弾などから攻撃を受ける可能性があるため先にそれらを潰しておかなければならないよ。ウクライナ軍の偵察ドローンに発見されることも許されず、それらの精密誘導弾によって破壊されることを避けるためにも支援砲撃すらも危惧されるが T-14 は指揮効用と圧倒的な強さを誇示するためにも必要な存在ってわけだね。プーチン大統領が当初から T-14 を最前線に出して西側の戦車を撃破せよという命令を下ろすようなことは考えられないけど、そうなった場合に最前線の司令官が T-14 をウクライナ軍に対して見えない位置から突撃させて、西側の戦車を後ろから一掃する作戦も悪くないかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。